皆さんこんにちは、合格サプリ TV MC のヤービーです。今回は東大生が語る英語勉強法ということで、実際東大生来ていただいて勉強についてちょっと聞いていきたいと思います。英語の勉強に悩んでる高校生、実際ね東大生が実践してきたリアルな勉強法を知って英語を得意科目にしてください。じゃあ自己紹介の方お願いします。東京大学理科1類2年の綾田です。東京大学文科2類2年の船澤です。はい、実際にお二人がね高校生の時英語はまず得意だったのかどうかっていうところから聞いていきたいんですけども、あれさんどうですか？僕は英語は得意でしたね。他の科目があんまり安定してなかった時もあったんですけど、英語は安定して偏差値70以上取れてた感じです、ね、なるほど。じゃあ英語できる側ですよね。そうですね、はい、さらに勉強に加えて課外活動でスピーチコンテストやったりしてることもあったんですけど、まあ、ただ高2の時に英語の勉強ほとんどしてなくて、1ヶ月で長文1個読むかぐらい英語勉強しなかった時期があって、そのせいで高2の時は結構英語の成績が偏差値10ぐらい下がりました。おお、じゃ得意でもちょっと継続しないといけないですね。そうです。はあ、なるほど。船澤さんはどうですか？私は高1高2の時は自分英語得意だと思ってたんですけど、高3になって東大の過去問を解き始めたらあまり思うように点数が取れなくて、ちょっと自信をなくしちゃったという感じですね。おお、なんですね。やっぱり東大レベルになってくるとなかなか大変ということですね、はい、じゃあ具体的にですね、この時期にやっておいてよかったっていうちょっと英語の勉強法をちょっとお二人それぞれ聞いていきたいんですけど、綾田さんどうですか？一つ目に高1から高3まで英作文の添削を先生にお願いしていたことがあります。英作文、はい、こう聞かれてたんですね。そうですね、こんな感じで英作文ノートっていうのを作って、はいはい、ページの左側に問題と英作文書いて、はい、右側に先生からコメントをもらうって感じでやっていました。おお、大学ノート半分強ぐらいちょっと使うぐらいですね。そうですね。あ、すごいびっしり書いてある。部活とか文化祭とか体育祭で結構忙しいと決まったんですけど、まあ、英作文は続けるのも力がつくかなっていうふうに思ってたので、まあ、最低でも月に1回は出すようにしていました、うん、高1から英作文添削受けてる人そんなに多くない気がするんですけど、うん、そうですね。最初の方はもう初心者レベルの結構ひどい英作文書いてたんですけど、うん、3年間続けたおかげで東大の英作文とか結構スラスラと10分ぐらいで書けるみたいな感じになりました、お、すごい。あ、じゃあこれ結構やってみる価値ありですね。そうですね、先生にお願いしてみるのが、まあ、結構おすすめですね。はい、確かに添削する人必要ですよね。はい、はい、2つ目は高2の秋から模試の過去問に取り組んだことですね、うん、先ほど言ったように、まあ、高2で英語を勉強しなかったことでもう英語の成績が下がり始めたので、はい、模試の過去問を解き始めて成績をもう一回立ち直したって感じにしました。おー、じゃあ結構最初から過去問からも取り組んでるって感じなんですね。そうですね、模試の過去問で勉強したのはどっかの分野が弱点があるっていう人は、まあ、それ専用で勉強すればいいんですけど、僕はもう全体的に英語の成績がガタ落ちしたって感じだったので、模試って、まあ、文法からリスニングから、まあ、長文まで、まあ、幅広い問題が揃ってるので、まあ、全体的に英語を勉強することができて、まあ、成績を下がるのを止めることができました。おー、なるほどですね、まあ、これを高2の秋からやってたと。そうですね、はい、まあ、加えて時間計って模試って解くので、うん、入試って結構限られた時間の中で、はい、まあ、解くのが大変だと思うんですけど、まあ、その練習にもなったかなっていうふうに思いますね。なるほどですね。ただこの勉強法は結構基礎ができてる人向けだと思ってて、まだ基礎に穴がある不安があるっていう人はまずは基本的な文法とか単語とかそこから始めた方がいいかなっていうふうに思います。基礎ができてれば、まあ、こういう勉強法をやっていけばしっかり点数取れるようになるってことですね。そうですね、はい、船澤さんどうですか？私も綾田くんと一緒なんですけど、模試の過去問を特に東大の過去問とかあとは東大模試の過去問を早い時期から大体高2の終わりぐらいから解き始めたのが良かったなと思っていて、理由としては1個問題形式に慣れることができたっていうのが大きくて、各学校で独特の問題形式って結構あると思うので、その形式に慣れておくことはすごく大事かなと思います。やっぱり高2ぐらいから解いてたりはするんですね、2人とも。そうですね、はい、そうですね、当然やっぱり二次重視ですから、やっぱりこの問題形式に慣れるってやっぱり重要ですよね。もう一つは直前期の話なんですが、直前期に毎朝リスニングをしていたのが良かったかなと思っています。はい、これは学校の先生が二次試験でリスニングがある学校の人を集めて時間を作ってくださっていたんですが、そのおかげですごく耳を鳴らすことができたので良かったなと思っています。どんな内容聞いてたんですか？ね、東大の過去問とか先生がおすすめするリスニング教材を聞いたりしてましたね。毎日やっぱ聞くっていうのが良かったですね。そうですね、はい、
お二人が学年ごとに何やったかって結構気になる受験生とか高校生多いと思うんで、それぞれ高1高2からこう何やったか教えてもらえますか。僕は高1高2はまず基礎を固めることを重視していました。英語ってまあ基礎的なところって単語文法フレーズとかあると思うんですけど、長文ってそれらの基礎的なところが分かってないとやっぱ読めないと思うんですよね。まあなので基本的な部分を高2の終わりまでに固めておくっていうのは大事ですかね。やっぱ偏差値70超えてた綾田さんでもやっぱしっかり基礎はやってたんですね。そうですね、なるほど。学校で単語テストとか文法テストがあったので、まあ、僕は単語とかは学校の小テストに合わせてそのペースで勉強していってました。で基礎が固まったら、まあ、毎日英語に触れて、まあ、だんだんレベルアップをしていくのがいいかなっていうふうに思ってます。英語って毎日触れないと、まあ、感覚が鈍っていってしまうので、まあ、実際僕は、まあ、高2の時に英語をほとんど勉強してなかったせいで成績がまあだいぶ下がったんですけど、まあ、本当に1日ちょっと長文読むとか、まあ、10分だけ音読をしてみるとか、本当何でもいいので英語に毎日触れるっていうのも本当に大切なことかなっていうふうに思います。いやこれ本当重要ですよね、やってほしいですよね。基礎が固まった後に長文の読み方だとか、まあ、英作文とか和訳のテクニックとか、まあ、受験に特化した対策をしていくのがまあいいかなっていうふうに思います。参考になります。船澤さんいかがですか。はい、私も高1高2は綾田くんとほぼ同じで、まあ、基礎固めがすごく大事だなと思うので、はい、高3に絞ってお話しさせていただくんですが、はい、高3では長文問題とか和訳とか英作文の問題とかを解いて、自分ができてないところを見つけてそれを補完していくのが大事かなと思っています。例えばその単語テストとか文法問題ではできてても、その文章の中でいざそれが出てくるとできないみたいなところがと思うんですけど、そういう時に文法書などの対応する場所に立ち戻って確認していくことが大事かなと思います。英作文とか和訳についてはその経験値がものを言う部分があるので、そのパターンの蓄積を作ることも大事かなと思っています。なるほど。でもお二人ともやっぱ高1高2はもうしっかり基礎固めをやって、高3からそういう記述対策だったりとか長文対策とかその辺に時間をかけてやってたってことですよね。はい、はい、これ成功者2人が語ってるんで、これ絶対皆さんもそうしてください。というわけで今回リアルな東大生の勉強法探ってきました。参考にしてください。英語の勉強法について質問がある場合はコメント欄までお願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。